コギアックの名前なのか韓国なのかパセリにピントが合ってる。おしぼりの匂いがあるものやらしい甘い匂いがいやいやいや、笠原家のこのほうきが入ってないんです俺。あ、入り口の点数10点つけちゃったんですよ。100点中10点です。でもそれは逆にお店の料理によって逆転できる可能性あるじゃないですか。ネイチャー、エレガントスイモンのウソチャンネル、いいよ。あ、おお、これはすごい、これすげえ、何これ、えぇ、めっちゃ楽しい、綺麗。白菜キムチ、もやしのナムル、大根、追いキムチ、追いキムチ、らっきょう、鮮ナムル、全部違う、山芋のキムチ、こっちで、こうやってね、こうやっていくつかずつちょっと取りましょうよね。はい、あ、いいですね。ちょっとなんか韓国みたいなね。いや、韓国ね、行ったら必ずこれ出てくるじゃない。はい、このみんながその全部食べていいように出てくるじゃない。はい、これ嬉しくない、ラッキョとか。ジモン焼肉堂、キムチの美味しい店は全てが美味しい。あ、そうだ。そうですよね。おっしゃってましたね。基本の。ちょっとじゃあジモンさん。白菜のキムチいきます。はい、うん。お、お、お、点数、点数は。どうする？まあ、もうそう。65点。おお、結構いってますよ。うん、でもちょっと甘いからもったいないな。甘くしないで発酵させた方がいいな、少しね。言わなきゃ、言わなきゃ。あ、じゃあそれをちょっとぜひジモンさんのアドバイスとして。辛みとグラデーションと出汁の味がガーッときて、こういう波がありました。へえ。ジモンさんの65点って高いですよ。高いです。キムチ65点だったら。いいんですよ。いいよ、いいよ、もう一般の方の多分500点ぐらいいや、本当にそうですね。あ、そうですね。ね、これサラダ。あ、うわー、サラダめっちゃでかいよ、これ。あら、すいません。うわ、これじゃあ、何これ、いいですか、新鮮な。これ、ごま油もかっこよく、おいしい。チョレギサラダ、チョレギサラダ、これで、はい、サラダのうまい店は全部がうまいっていう。さっきも言ってましたね。キムチって言ってました。キムチってさっき言いました。うん、うん、あ、お、うんうん、お、惜しいな、惜しい、惜しい、飯食って惜しいって、うん、40点、おー、40点、味は、はい、70点ぐらいの味なんですけど、お、一つだけいけないことなんです、はい、オイルが多すぎる、だから胃がなんか油を食ってみたいになっちゃう。サラダ食べてんだから、この入る、あ、さっぱり、ちょっとさっぱりなんだけど、ちょっとコクがあるのがいいわけ。うざ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 、うざ、お、きましたよ。おー、うわー、うわ、これは 生肉のユッケにキャビアの、キャビアが乗っかってて、うわ、金箔が乗っかってるんですね。お、これなんかめっちゃいい感じじゃないですか。お肉に自信がないからキャビア乗っけてるでしょ。お肉に自信がないから、ちょっと、いや、自信がないから金箔乗っけてるでしょ。お肉が美味しかったら金箔もキャビアもいらないでしょ。いや、なんかお肉になんかプラスアルファのものですよ。だから、これだから王様のね、食い物みたいな。だったらボソッと乗っけなきゃ、スプーン一杯ぐらいか、キャビアが。いただきます。ちょっとね、まあ、いや、すごいボリューム、これもすごいボリュームじゃないですか。間違いないでしょ。うわ、普通に考えたら、うん、うん、うん、間違いないでしょ、これ。これは、ね、美味しい、考えても美味しいと思うね。美味しいの決まってるでしょ、これ。40点。え、お肉が、ネギが、わけがわからん。わけがネギですか。お肉を美味しくしてほしいのに、お肉の味が分からん。いただきます。何がしてるのかな。めちゃくちゃうまい。
そうなりますよね。絶対そうよね。絶対そうっすよ。絶対そうやと思うけど。僕あのね、あの僕食べたことない写真も映えもするし、映えますしね。それ映えだけじゃなくて、トーネルスターがスプーン曲げたんじゃない。違いますよ。ユリギラ、違いますよ。遊ばない、遊ばないでください。うざ、うざ、うざ、うざ。オーナー、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 ユッケね。ちょっと、僕の意見ね。ちょっとじゃあ次のね、すごいお肉を頑張って仕入れて、鍋で食べれる肉を仕入れて叩いてやったと作ってるじゃないですか、はい、で最高なのにネギが多すぎる、多すぎる、多すぎる、はい、多すぎる、でオイルもちょっと入りすぎてる、はい、キャビアも乗っかって塩味も入れてんのに塩味がどっちのキャビアの肉なのか分かんなくなる、要するにお肉の味が分かんなくなっちゃうんですよ。なるほど。そうすると、はい、もうちょっとお肉自体も温度をかけて、はい、溶けるまでいかないけど形があってちょっと重みがあるぐらいでちょっとポーションちっちゃくしてキャビアを感じられるようにしてネギを抑えてちょっと入れた方がお肉ちゃんが美味しく感じるんですよ。ユッケだったらあとこれあとおそらくなんだろうな、ネギ肉食ってるみたいな感じになっちゃうから、せっかくだったらこのエスパー君がこう曲げたスプーン使ってエスパー君清田さんじゃないです、エスパー君じゃないです、清田さんのスプーン曲げじゃない、じゃあこう曲げたスプーン使ってるから、はい、このスプーンの大きさだとこんだけ残んなきゃいけないじゃないですか、あれ量じゃないと思うんですよ、はい、美味しいと思うのはどのぐらい、美味しいとはどのぐらいの量なのかなっていうのをよく考えてやってあげると嬉しいかも。はい、でもこの感じはなかなか見ないんだよ。この感じですよ。おい大根持ち。ここでも探して。おい大根持ち。さすがです。そうすけ。80点。ああ美味しそうこれ。これはすごい。みんなはさ、はい、ね、花を添えるじゃない。はい、花を、はい、花ユッケに、はい、花食べないよね。花はそうですね。そう、美しい見た目は、見た目持ってった、持ってった動きが早い、花はない、僕だけの意見聞いてね、花ない、お肉が花なんですよ、花盛りなわけだから、お肉が花なのにもっと花だったら、じゃあすごくメインの女優さんが綺麗で、その横にものすごいモデルが立っちゃったらメインの女優さんが引き立たないじゃないか。看板料理だからね、ガーンってこういうお皿も俺はありだと思うけども、はい、あの華やかになるし、うん、だその部分はまだまだ検討の余地あり料理だと思うんですよね。はい、この高さ、すごいタワーすごいよね。このタワーすごくないですか。これね、なかなかないですよね。ないですよ。花があったら見えなかったんだよ、これが。そうですね。本当にそうですね。これタワーにして混ぜなきゃいけないから。はい、うわすごい。取り箸でやってますからね。取り箸でやってますからね。はい、肉の質問だ。すごい肉がすごいわ。すげえ。これユッケに付き合うような肉じゃないよ。え、うわ。熱いね。うん。これユッケの味見はいいです。おお。うん。ありがとうございます。これってごちそうですもんね、完全に。なんか噛み締め系のユッケで、甘くてとろっととろっとふうに振ってなくて、お肉を食べてる感じのユッケだから、うん、これは60点。牛すじと大根の肉。うわ、美味しそう。これうまそう。これメニューにはあるんですか。あります。牛になっちゃったら再現してほしい。これは食べたくなるわ。あ、これタンも入ってる。これタンじゃないか。タンだ。え、タンだろ。入ってんすか。タンだ。おお。あ、美味しい。マジ。うん。めっちゃ贅沢じゃない。これ美味しい。これいいんじゃないですか。いや、ロールズが美味しい。出るタイミングが悪い。いや、そこ。美味しいです、これ。おお。これは。これ自体やったらもう80点です。うわマジすごい、これ80点出た。なかなかないですよ、本当に厳しい。80点。マジで、美味しい。美味しいから、はい、美味しすぎて。お腹出したら、あれですよ、早く出したかったよ。早くなんとか。出る場所は、10点です。焦ってもうたよ、そうださん。もうね、グツグツこんなに美味しいの出しちゃったらさ、焼肉焼くの嫌になるわ。ご飯で締めて帰りたくなる。あ、そう。あ、これ先にこの番組でこんなことやってるから言っとくけど、すいません、はい、呪文は何様だっていう人が結構いらっしゃるから、何様じゃないんですよ、単純に僕は美味しいものが食べたいと思って子供のように忖度しないで喋っちゃう人間です、すいません。いやでもそれがいいですね。普通は忖度するじゃん、やっぱり言わない方が得なのよ、タレントだと特に言わない方が絶対に、あ、呪文さんありがとうございましたっつって気持ちよく帰って気持ちよくなってないじゃん。まあさ、そうですよ。でもなんか、ね、うん、でもなんかちょっと頑張ってほしいなという気持ちが、こんな肉激戦区の中で勝ち残ろうって人になったらなんかヒントでもあげたいなと思うから、心を鬼にして一応言ってるつもりだけども、
タン尽くし。うわー、これはすごいの来たよ。タン元、タン元、タン元、タン先、いや、これタン筋、タン筋なんだ。タン筋、赤いのタン筋、上達、上達、上達、これが赤いと先っぽなんですか。鼻先、そうですね、鼻先なんだ。すごくないこれ、ちょっとですね。これだよ、ジモンさんですね。ジモンさんですね。こっからがこの焼きの達人 の焼き銃弾、あ、牛脂でがなってくれって言うと、タンだからそんなに油が多いから大丈夫だと思うんだよね。見て、おしぼり、これジモンさん、おしぼり来ました。おしぼり、おしぼり、ジモンさん、ジモンさん、あ、匂いついてた。おしぼりの匂いがあるもの、やらしい甘い匂いが。いやいや、ほーな、すごいな。こっちの中肉が美味しい。あ、本当に、全然確かに違う。ほーな、すごい、マジすごいっすね。そうなんや。ほーな、飲み込みが早すね、やっぱり。だからほーな甘いですね。いっちゃいます、いっちゃいます。いい色きれい。もう焼きてジモンさんが。いいでしょ。うわっ、トンチョンってつけて、はい、うわっ、どう？うん。うん、すごいいいタンだ。お。普段これ出してんの？柔らかい。うまい。はい。柔らかい。いや、でも普段通りでって僕は最初から言ってるんで、絶対普段の通りだと思います。ちょっと確認しましょうか。これ、ユニフタンじゃないだろう。もっと柔らかくて。ちょっと調整したんじゃないですか。あれ、ちょっとジモンさん。え？これでっかいの入れちゃうんだ。ジモさん、え、ほうきないですよ。うわー、ほんとだ。笠上げのこのほうきが大嫌いです、俺。あー、なるほどですね。これ、笠上げするのは肉に自信がない店がやることです。これだけ見たら、ほうきないですよ。ジモさん、素晴らしい。ええ、素晴らしい。今日もこのロケの最中、さっきのあれ見せてください。さっきのね、全部進化してるんじゃないですか。おしぼりも変わるし、パセリもいらないよね。ちょっとあれ、すごいすごい。でもね、包丁がすごい綺麗に入ってるから、はい、火が入りやすい。おお。あ、こうやってこう切り目がこう入ってると、もう一回入って中まで火が入りやすいから。入りやすいんです。そんなにいつもよりか寝かさなくても大丈夫かもしれない。へえ。アップでも。うん、はい。これ普段からこんなタン出してるの？はい。スローです。同じですよね。はい、いつもとね。これ日本の国産牛でしょ？そうです。こんな輸入タンじゃないの？輸入タン。このタン、黒タンじゃなくて和牛を使ってるわけ。贅沢じゃない？ちょっとまあ、US の輸入の方も置いてありますけども、はいはい、両方置いてあ、これも出てくるんだ。はい、これすごくないですか？一応メニューにはそれは載ってないので両方聞いてみて、で、まあ、その日のターンは、はい、今日どんなターンありますかって、はい、まあ、食べ比べて出したりだとか。見てこの感じ。もしあれさ、普通の塩もこちらに。あ、普通の塩もあるんだ。あ、なるほどなるほど。これつけたら、あ、うん、おいしい。パンの時にちょっと全体的にやっぱり塩当てが弱いですね、はい、塩当てが弱いとオイルを感じちゃって、はい、お肉の味が分かりにくいと肉が引き上がるような感じの塩当てができるといいですね。もう少しだから、やりすぎたら最悪ですよ。すごく勇気のいることなんだけど、塩当てが弱いかもしれない。うざ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 、うわー、ありがとうございます。すごい。ミスジはなかなかいいですか、これ。これお塩で僕ミスジってなかなか食べたことないかもしれないです、ね。いい肉だと思う。この筋がこうよれてるやつはメス牛の。あ、まっすぐビーンって入ってたら虚勢なんで。あ、そうなんですね。そんなのもあれ分かる。このセンターの筋ですか。うん、男は筋肉がバシッとしてるから、まっすぐの筋になる。へー。うわ、すげえ。あー、ミスジ。これはちょっとでも焼き方もちょっと気になるところです。2枚ずつ、2枚ずつ。熱いですよね。2枚ずつしか焼けない。厚めのミスジが出てきますね。いや、そんな厚くもないよ、これ。あ、そうですか。うん、そうなんですか。なんかもっと普通薄いよな。そうですよね。おー、わー、綺麗。いいでしょ、これ。綺麗。いいね、お塩でさっぱりと。いやー、やってみたいなー、この青唐辛子の。まあ、ポン酢もあるからね。はい。ポン酢がいいんじゃない、これ。もう、あ、そういうことじゃないですか。だからポン酢とかもいけるよってことで薄くしてるんじゃないですかね。ああ、塩味を、塩味はこの薬味で食べてくれっていうのはあんま言われなかったけどね。あ、
これを食べてみる、うん、はい、ちょっとぜひポン酢、ポン酢かな、もうジモさんポン酢でいきますか、行ってみようかな、これポン酢の方がいいぞ、な感じはそんな、はい、うん、うん、おいしい、おさすがオーナーだな、すげえ、すごいオーナー、これをいつも出してるっていうね、これ普段からこれは出てないぞこれスペシャルにしてる、うざ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 、うざ、いい感じだって言ってたよ、焼き方もやっぱすごいな、ジモさん、これはね、あの叩かちゃダメなのもあるし、叩いた方がいいっていうのは賛否両論だけど、僕は何何今なんか叩ったお肉を叩いてさ、筋切りすると、違います、ダメだと、マンションの人じゃないですあ、すいません、ダメだっていうのもあるんだけど、僕の場合はお肉を、はい、汁とかタレを染み込ませるためにやりたいんですよ、塩だから、これはこれは塩で、でもね、ポン酢が合うと思う、あこれももうちょっとね、これも美味しいと思うね、これもね、ちょっと抜かして、これないよ、ポン酢でこうかな、これすごいテー、包丁綺麗に入ってるから、めっちゃありがとうございます、隠し包丁ってやつか、うん、うわうわ、うん、うん、美味しい、おお、極ハラミでしたっけ、これ極ハラミ、極ハラミすごい、これ高いでしょ、2600円ですね、おーすごい、あ、またこれちゃんとなんかこれついてこない、これ花も本当もなかったですよ、撮影用全くなかったですね、はい、今撮影用機ももう肉のみできましたから、今日この写真のやつの方が綺麗ですねっていう店が多いのに、出てきた肉の方が良かった、いやそうですね、出てきた方が満ちゃいましたもんね、普通逆のことが多いですもんね、カタログが美味しそうだけど、来たのなんかチンケになるけど、ここは出てきた肉の方が良かった、確かに、ただ焼肉だったらやっぱりね、タレ肉なんですよ、おもうタレで決まるから、確かに確かに、ライス持ってきてもらって、次、はいはい、タレゾーンに入ろうよ、ネイチャー、もうよく帰りのみ、友三角、10になってきましたよ、お湯が来たよ、お湯が、はい、ささみですね、ささみ、ご飯が進むくん、はい、進むくんこれだけでしょ、ちょうどよさがスプーン曲げたんじゃない、違いますよ、違いますよ、遊ばない、遊ばないでください